エドガード合作、バレエ、泉デノウジェニー・フィオクル・ジョー1908年戦は、レオ・ドリーブとレオ・ミンクスの合作により、1866年に、初演されたバレエである。1866年11月12日、パリオペラ座にて初演された。全3幕4場で、1幕と3幕2場はドリーブが、2幕と3幕1場は、ミンクスが作曲を担当した。ビーンにおいては、 この作品をナイラ・ダイ・クエランフィーと呼んだ。振り付けはアルテュール・サン・レオン、台本はシャルル・ニュイッテルが手掛け、主演は泉セイナイラに、グリエル・ミーナ・サルビオーに、ヌーレッタに、ウジェニー・フィオクル、ジェミルはルイ・メラントが演じた。この作品は、スカラザでも1875年から1876年にかけてサン・レオンの腹振り付けに基づいて、 シェーザレ・マルツゴーラが再振り付けを行って上演した。1968年には、ジョージ・バランシンが再振り付けを行い、ピー・オーレット・ベルディとジョン・プリンツの主演により、ニューヨーク・シティ・バレエ団において11月23日に、初演している。舞台はペルシャ。カリュードのジェミルは、泉に毒を混ぜようとした悪人の企みを防ぐ。泉の聖内らは、 その返礼として彼とその恋人で対象の娘、ヌーレッタの恋を手助けする。当初はミンクスが一人で描き始めていたが、期日に間に合わなくなり急遽ドリーブが作曲を引き継いだ。この作品が評判になり、後にドリーブはコッペリア作曲の機会を与えられて大成功を収めることになった。ありがとうございます。